ではですね、次に縄文人っていうのは一体どんな生き方をしてたのかというところに行きたいと思います。宇宙哲学の勉強会っていうこともあるんですけども、この縄文人の生き方っていうのを宇宙哲学的な側面から考えてみたいと思います。まあ、よく前回もそうですけども、宇宙哲学は原因と結果っていう言葉をよく使います。でこの言葉の意味がね、なかなか皆さんにこううまく通じてるのかなと思うんですけども、ここで簡単に言いますとですね、ここにはこの宇宙空間が映ってます。これは誰かがこのような世界を思ったからできた結果なんです。誰かがこのような世界をイメージしなければ絶対にできないんです。この誰かっていうのは神だとか、まあ宇宙の意識だとか因とか原因と言います。ここでは今日はですね、分かりやすくするために創造主って言葉を使おうと思います。クリエイター、この創造主がこのような宇宙を思い描いたからこそ結果としてこの宇宙ができました。この宇宙はだから原因と結果という結果になります。これは、まあ、その宇宙の中の一つである地球です。これも創造主が思い描いた結果なんです。でこの地球にはですね、このように植物、動物、空気、水、山、まあいろんな自然ができてます。これも全て創造主がこうあれと思ったからできたんです。その結果なんです。この創造主にはですね、たった一つできないことがあるんです。それは何かというと、自分が原因であるがゆえに結果を楽しむことができないんです。そこで創造主はどうしたかというと、人間を作ったんです。創造主はですね、人間を通して自分が作ったものを楽しむ、体験する、そのために人間を作ったんです。だから人間はよく神と同じだけの力を持ってるとか、神の似姿をしているっていう言いますけれども、まあ、実際にその姿が似てるとかではなくてですね、本当に神がその自分が作ったものを味わうために僕たちはいるんです。そのことをですね、縄文人はよく知ってたんです。まあ例えばこう果物、果実、これは創造主が作ったものです。僕たちが育ててなんかね、畑で育てたと思うかもしれないけども、これはまさに創造主がこのようなものを、バナナならバナナ、ブドウならブドウってものを思い描いて作ったんです。でも創造主は原因だから楽しむことできませんよね。その代わりに僕たちがそれを食べる、見たり、でその時に僕たちの心っていうのがその動きますよね。それを創造主はその感じ取ることで一体として一体化して一緒に美味しいと思ったり綺麗だと思ったりすることを、まあ、するんですね。今までですね、よく意識とかマインドっていうことをお話ししたんですけど、マインドっていうのはじゃあ何でしょうかっていうふうに思うと思います。みんなそれぞれ皆さん個々のマインドを持ってますよね。でこのアダムスキーはですね、このマインドというのは実は想念、テレパシー、いわゆる私は印象派って呼んでますけども、それを伝える 媒体だと言ってます。ちょっと難しいですよね。これどういう意味かっていうと、例えば波を伝える媒体は水です。音を伝える媒体は空気です。例えば光は、まだこれはっきり分かってないんですけど、光を伝える媒体というのがあります。これを我々はエーテルと呼んでます。このエーテルが何なのか今
まだはっきり分かってません。要するに水がなければ波は伝わりません。空気がなければ音は伝わりません。それと同じようにマインドがなければテレパシーは伝わらないんです。こういう意味でマインドっていうものは、まあ、あのアダムスキーはですねちょっと難しくですねマインドっていうのはテレパシーを伝える媒体であると言ってます。これちょっと難しいんでですね、あの私はですねこれは鏡だというふうに考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ私が何か食べて美味しいと思った、その美味しいと思うのは私の心ですけども、この心の思いが反射していわゆる創造主が我々のその思いを知ると、そういう鏡なんだっていうふうに、まあ、考えてもいいかなっていうふうに思います。もう一つ、まあ、我々にはこの個々に自我っていうものがあります。この自我っていうのは何だろうというふうに考えてみると、この自我っていうのは実はですね今言ったようにマインドっていうのはいわゆるテレパシーを伝える媒体ですから、私たちだけじゃなくて虫にもあるし、実は鉱物にもあるし、もっと細かく言えば原子にもあるし、もっと細かい素粒子にもあるんです。これがなければテレパシックな命令を受け取ることはできないからです。でこの簡単に言うとね、人間のマインド、自我っていうのはですね、人間は約40億ぐらいの細胞でできてるんですけども、この細胞が一つ一つ持ってるマインド この集合体としての意識なんです。これが自分を自分と思うものの正体なんです。でこれが皆さん例えば一人一人個性が違いますよね。これはなぜなのか。これはですね創造主のですねそれぞれがですね創造主の一面を表しているんですよ。だからなんていうのかな、まあ、簡単に言うと男と女の違いっていうのは創造主の中に男と女があるんです。簡単に言うとですねその違いなんです。みんなが要するにあの確率的だったら面白くないっていうのかな、その一つの面しか見れないでしょ。例えば同じ景色を見てもあの皆さん思うことは別々じゃないですか。創造主はそれを楽しんでるんですよね。自分の作ったもののいろんな面を知りたいんですね。そのために僕たちはいっぱいそのたくさんの人間がいるんですね。だからこういうことが分かってくるとですね、宇宙がですね宇宙の中で地球にだけですね人間がいるなんていう考え方はどれほど変なことかっていうふうになってくるわけです。創造主は宇宙のそのもうそれぞれ細かいところにくまなくですね人間を配置しています。このような考え方を縄文人は持って生きてましたってことを言うんですけども、そうするとですね縄文人のマインドってどうなるんでしょうか。これはですね非常に謙虚な状態になるんです。要するに自分は創造主のと共に生きてて、自分が食べたり自分が見たり自分が驚いたり自分が嬉しかったり自分が悲しかったり痛かったり、それ全部創造主と共に今経験しているんだってことを思うんですね。そうするとですね心はねすごく謙虚になってくるんですよ。俺が俺だけが幸せにっていう、そうじゃなくなってくるんですね。で自分がそうだから出会う人出会うもの全ての中に創造主を見るわけですよ。初めて会った人もその人はあこの人の中に創造主がいるんだってことが分かるわけですよ。分かりますか。そのだからその縄文時代のコミュニケーションだとかそういうものが
どういうものだったのか少しずつ分かってくると思うんですけども、今の僕たちの意識とは全く別のものになってくるんですね。もう一つはですね、全ての疑問がですね瞬時に答えが来るんです。創造主と共にいると、例えばね、山でキノコを見つけたとします。このキノコ毒キノコかもしれないし食べられるかもしれない、これ瞬時に分かるんです。よく俺たちキノコを見てね、初めてこのキノコ食ったやつ勇気はいるよなって、よくそんな話するときあるんですよ。毒キノコだか分かんないって。でね、本当にねそっくりなキノコあるんですよ。あ、なんだか知らないけど、だから本当に今の僕たちのねマインドの状況であればね、そういう話がなんだけど、例えば縄文人はあるキノコを見つけた時に、それが食べられるのか食べられないのか食べられないのかは瞬時に分かったんです。面白いでしょで、まあ逆にね、じゃあなんで毒キノコってあるのって思うかもしれないけど、それはまた自然の中で何か意味があってあるんでしょうね。できっと多分その答えもその時点でですね発すればですね得られたかもしれません。気味の悪い虫とかね蛇とかそういうの出た時わーってびっくりするけども、まあ彼らもびっくりしたと思います最初はね。だけどすぐその次の瞬間に、この虫はこういう意味でいるんだよ、こういうことでいるんだよってことが分かるんです、来るんです。そうするとその虫やその気持ち悪い虫に対するすごく同胞感というかな、その同じ神の下で生きているっていう、そうするとその虫はすごく喜ぶ、その虫もこっちに返してくれるんですね。まあ、すごくその時は幸せな気持ちだと思いますけどね。まあこういうふうにですね、あの縄文人というのはだからいわゆる日常的に神と交流していたというふうに私は考えています。まあ見てきたようなことを言ってるように思うかもしれませんけども、まあこの後もう少しお話を聞いていただければですね、なぜ私がこのように縄文人の生活を考えるかということに行き着くと思います。でですね、逆にですね、このマインドが孤立してしまうとどうなるかというとですね、今現在の我々の状態なんですけれども、これはねいわゆる限界が出てくるんですね。簡単に言うと、だから科学でも限界があるし、例えばあのよくこの回でですとね、あのいろんなものが見えるという人がいるんですけれども、要するに神との一体化っていうのをやっていくと、例えば視覚、聴覚、収穫、味覚っていうこの4つの感覚感も驚くほど鋭くなります。将来のことも少しっていうか、まあ、どのくらいか分かんないけど分かるようになります。だけど現在の僕たちはマインドで生きてるんで限界があるんです。犬に聞こえる音は僕たちの耳には聞こえませんし、赤外線だとかその辺のものは見えません。でも実はこの肉体はそれを見るだけの能力があるんです。よくアフリカなんかでものすごい遠くのライオン見つけちゃう人とかいるでしょ。そういうことだってあるし、昔はあのこの鼻のにですね方角をこう感知する機能があったらしいですね。だから普通に歩いててどっちが北とか南とかっていうのは分かったみたいですね。まあそんなようにいわゆるマインドで生きているとですね、いろんな意味で限界が出てくると。でその限界っていうのがだからまあ今の科学的なものにも出てきて、いわゆるあるいは経済ですね、そういうものにも出てきているような気がします。次にですね、縄文の神科学ってことについて少し考えていきたいと思うんですけど、さっきなんで縄文人ってこんな能力があったんだろうってことをお話しして、来たんですけれども、ここでですね少しですね、私が今までのこのビデオの中でいろんなあの山に行ったりなんかして不思議なものをこう随分ご紹介してきたんですけども、
去年そのまた水垣山ってとこ行ってきたんで、そこにの様子をちょっと見てもらおうと思います。これがですね、大体全景ですね、水垣山っていう。これがね、2230メートルの山なんです。山梨県と長野県のちょうど間ぐらいのところにあって、この山のですね、こっち側が八ヶ岳になります。で、まあ、この山は非常にその不思議な形の山でですね、見た途端にですね、絶対これは自然じゃないと、人工的に作ったものだってことが分かります。これがですね、ヤスリ岩って言いまして、あのこの下からこう見上げてるんでちょっと分かんないんですけども、ニョキッと立ってるんですよ。30メートルぐらいあるかな。あのさっき出たこっち側にちょこっとなんかニョキッと立ってたあれの下なんですけども、でよくよく見るとですね、これ積んでるんですよね。積んで、しかもこの下を固めてるんですね。こんなもんどうやって作ったんでしょうね。これはこっち側に、まあ、あの、この手前にヤスリ岩があって、その奥にある一つ岩倉なんですけども、ここでもよくあの石が積んであるのがよくわかると思うんですよ。これ一個一個ものすごい巨石なんですよ。これは山の上にこう積んでありますね。これはさっきのヤスリ岩を下から見たところですね。でこれはですね、この水垣山からですね、山梨の方にずっと下がっていくと、これ昇仙峡っていうところなんですよ。すごく有名な観光地なんですけども、ここにもこういう岩があって、この上の方になんか登れたりもするんですけども、これ皆さん気がつかないんですけども、このいわゆるこの一帯ですね、水垣山、この昇仙峡っていうのはずっとこの、こういう岩の遺跡っていうかな、あのいっぱいあるんです。繋がってるんですね。これはその途中にある岩山ですね。これはまあそんなに派手じゃないんですけど、よくよく見るとですね、やっぱりこういう巨石が積んであるんですね。で、一里の仕組みの中で、例えば大和三山のショーでやりましたように、巨石をですね、星座を持つような形で配置したりとかですね、とにかくもうちょっと僕らの常識では考えられないようなことをですね、やってるんですね。でこれは全部縄文時代のものなんですよ。ですから、そのこの、まあ、俺は神科学ってこう一言で呼んでるんですけども、これを解明するにはですね、やっぱりさっき言ったような神と共にいるっていう、その認識を持たなければですね、とてもじゃないけども理解は追いつかないっていうふうに思われると思います。あとですね、あの縄文というとこういう火炎土器なんですけども、これはあの実はですね、私は偶然にあの見つけたっていうか、見つけたわけじゃないんですけども、あの箱根の強羅っていうとこ行ったんですよ。でなんか風がすごくて行くとこなくなっちゃったんで、箱根美術館というとこに行ったんですね。でこの箱根美術館というのは、あの岡田茂吉さんという方でがあの開いてるところで、この方はあの大本教からずっと派生したあの世界救世教っていう教団を作った方なんですけども、まあ、この方がいわゆる持っている骨董品を展示しているのがこの箱根美術館なんです。その中に1点だけこれがあったんです。で高さがね、このくらいの縄文土器なんです。で展示室の端っこにこうポンと置いてあるんで、誰もいなきゃ触っちゃうんですけども、あのやっぱり関心がいるんで触ることはできなかったんですけども、かなりこうやって間近でもジロジロ見ることができます。もうあまり嬉しかったんで30分ぐらいジロジロ見てましたけども、でその時に、まあこれは余談として聞いてくださいね、こういう土器って一体何のために使うのかなってこう考えながらね眺めてたんですけども、このね、このこう取っ手みたいなとこあるでしょ、この四隅にね、なんかこうね、こう穴が開いてるんですよ。でひょっとしたらですよ、これはもう本当想像なんですけども、ここに何かこう立てて、こう4箇所ね、
それでこの中に水かなんか入れて置いとくと浄化されるとか、なんかそのなんかわかんないんだけど、その水の分子がこう活性化するとか美味しくなるじゃないかなと、そのための装置なんじゃないかなみたいな、ちょっとそんな気がいたしました。もし皆さんね、あの箱根の方に行く機会がありましたらね、あの強羅の駅からちょっと行った坂登ったところにあるんですけども、ぜひ行って堪能してみてください。まあただそれだけの情報でございました、これはね。